東京新聞のスローガン、もう GoTo 渋谷がネットで話題。内容はこちら。東京新聞のスローガン、もう GoTo 渋谷にツッコミが殺到しているようです。では釈智さんのツイートより内容を見てみましょう。釈智、東京新聞の意味不明スローガン、もう GoTo 渋谷。ダメだ、渋谷に行けという意味だろう。後日談ですが、東京新聞に電話して間違いを指摘しました。すると電話対応のおばさんがツッケンドンな態度で、どこが間違っているんですかというのである。本当ですね、これってミス、それともあえて。では次にネットユーザーの声の一部を見てみましょう。まずはこちら。日本語でやればよかったのに、バク。だからダメだって言われるのにね。英語も読めない。まあ間違いは誰にでもありますが、こうもデカデカとねえ。次はこちら。こんだけいて一人も疑問持たないのか。ちゃんと上司がチェックをしていないのではないのでしょうか。次はこちら。とても優しいですね、わざわざ電話して教えてあげるなんて。にもかかわらずその態度は。東京新聞は読者の声を敵の声とでも思っているのでしょうか。最後はこちら。新聞社の記者ってエリートだと思ってたけど、俺の勘違いだったようだな。新聞記者のレベルの低下もここまで来たか。ろくに英語もできないんだな。確かに最近の記者質問はレベルが低いですからね。マスコミは記者レベルの底上げを行うべきですよ。結論、まあ東京新聞の間違いはツッコミどころ満載ですが、昨今の記者質問を見ても分かる通り、マスコミ全体の質が落ちているように思います。マスコミ関係各社はもっと人材教育に力を入れるべきです。日本のマスコミの質低下は由々しき事態だと思います。ご視聴いただき誠にありがとうございました。まだチャンネル登録がお済みでない方がいらっしゃいましたら、チャンネル登録していただけますと、今後のチャンネル運営継続と質向上のための励みになります。ぜひこの機会にチャンネル登録のほどどうぞよろしくお願いいたします。